皆さんこんにちは。セカンドストリートの達也です。今日は休暇に来てるんですね。バリアホテルに来ております。それで今日は達也のホテルでの過ごし方を皆さんにシェアしていきたいと思います。まずは私は優雅にタバコを吸いながらぼーっとしますね。OK です。私もいるよ。はい、ということで本日は、はい、ゆき引っ越したのでそちらのルームツアーをやっていきたいと思います。違うよ。どうぞ。使いなさんがいますよ。安心。はい、そうです。歯かけてください。オープン。オープン。じゃじゃーん。いかがでしょうか。初バリアなんですけど、おしゃれな天蓋があってベッドやばくない？やっぱりちょっとこういう感じだね。ちょっとバリっぽい感じで2つもあるんですね。マッサージチェアです。マッサージチェアが、はい、はい、こんな感じで、ね、マッサージチェアですね。テレビも大きめ。ここは、プレミアムで一番高い部屋です。一番いい部屋取りました。なんかあ、すごい。バスローブ。あとで着よう。テンション上がる。かまどち。で、なんと受付の際にですね、教えてくれたんですけど、こちらに入っているスパークリングワインは飲んでいいらしいですよ。いいらしいですね。これは何？これも冷蔵庫？一応冷蔵庫。キッチンのやつ？一回見てみて。あ、ないんじゃん。ない。ない。普通のホテルだね。ね。こちらメインですよ。はい。やばいのよ、ここが。何がすごいって、アメニティの量がそうなんだよね。ロビーにも、ここにないようなアメニティとかがブワーってあって、カゴがあって、なんか入れ子だった。これだって、これ美顔器が美顔器ね、ペアで使えるように。しかもドライヤーとかアイロンとかも全部2つずつある。ほんとだ。あ、アイロン、コテがあるわ、コテアイロン。飲んでいい水の量半端なくね。やばい。なぜならなんですけどね、ななこんなに水がある理由は、ちょっとちらっと鏡越しで見えたかもしれんけど、はい、じゃじゃん。我慢よく露天風呂入り口ということで。そうなんです。この部屋ついてるんです。もうここが岩盤浴になった。ここが岩盤浴。あっ、寝てみてください。もうこう、あっ、暑い。ちょっと待って、暑い。裸じゃ無理よ。ちょっとあんたやって。ここは本当は、タオル引くんだよ。でしょ。だから足を置いてるだけだ。暑いの。ちょっとまたっといてみ。ちょっとまたっといてみ。で、寝転んで、寝転んでみ。足つけなさい。あ、でも気持ちいいな。じゃあお疲れ様です。やるよ。はい、それでまずはこっち露天風呂があるんですね。やばいよね、はい、歌舞伎のど真ん中で。ここにお湯をためて、お風呂が入れる。ちょっと待って、面白すぎるんですけど。で、カエルちゃんがいると。おしゃれ、こういう歌舞伎のど真ん中でさ、露天風呂なんか入れることありますか。ね、こっちは多分トイレ。トイレ、でもトイレもね、綺麗。自動でつくタイプ、広。私ここで寝れるわ。やばいわ。あ、開いた。いいトイレだこれ。はい、そして禁断のシャワーお風呂です。ダダーン。すごい。え、待って、まさかのテレビ付きで。テレビ付き。こんなでかいお風呂のテレビ見たことないんだけど。え、見てほら、こんだけ広いって。素晴らしい。こう伸ばせて、でジェットがついてる。これちょっと私いいですか、一つ。はい、ホテルに来たら毎回やるやつなんですけど、水圧の確認。あ、いいです、いいです。真ん中が強くて最高です。合格。合格、さすがでございます。で、ここにいろいろなんか入浴剤があったりとか。いいですね。
透けてる、うん、ほぼ見えない。話のおすすめですか。はい、これ手のなんかケアとかヘッドマッサージも、そう、手のね、ひらのくぼみとかあって、これ後でやります、私てか、もうこれとマッサージチェア行って、これつけて、うん、ちょっと頭で帰ったら半身タイプとかやめてね。で、私思ったんですけど、普通のホテルじゃん、うんうんうん、でも私、バリアンってラブホだと思ってたの、うんうん、あれがあるかが気になる。あ、例のね、そう、大事なやつね。ちょっと散策しに行きたいと思います。ここにいろいろこういう何照明、照明があったりとか、ここに多分入ってるんだと思うのよ。ティッシュ置いたんだよ、これ絶対そうでしょ。謎の玉手箱いきます。え、あー、おしゃれ。はい、カク。はい、ありました皆さん、確信犯。これは皆さんが思っているやつです。2回分入ってます、確信犯。ここまでがルームツアーでした。イエーイ、最高。バリアン、私さ、本当になんか誰か来てくんねえ、一緒に。ってことで、私はですね、ラボでの過ごし方は知らないんですけど、あんまりタイプがないので、ホテルは大体こういうのがあるときは、あの、いつもゆっくり過ごしてます。これ使ってみたかったの。俺のちょっと感想をみんなに教えたわ。どういうこと？ハマってる、ちゃんとハマってるよ。あ、すごい、エアでギューってやられてる今、頭をギューって。こっち向いて、んめっちゃブス。昔の結城の顔になってる。やめて、目落ちてる。あ、あ、いいかも、いいかも。このローラー回してくんない？ローラー、待って待って、ローラー中性よ。待って、めっちゃブスなんだけど。え、これめっちゃいい。でもこれやりながら、うん、あの、これやったら、あ、すっごいすっごいいいよ。チェアめっちゃいい、強め、強めだわ。ああ、全部2個ずつあるのいいね。そうだね、一緒にできるじゃん。確かに。ここでさ、こう一緒にやりながらさ、マジ気持ちよくねえって言って、で、その後こっちですね。あ、すごいすごいすごい。え、寝れるじゃん、こんなの。どういう状況？私はだいたいこういうことをしたりとか。その後どうするの？あの、もう本当に私いつもってこうゴロゴロしてるタイプだから、あ、これつけましょう、いいね、いいね。ちょっと入ってくるわ。それで止めといてもらって。はい。え？何？達也いないんですけど。カメラ回ってんじゃん。探せってこと？探せってことですか？探しに行きましょう、皆さん。達也さんはどこに行ったんでしょうか。まあ、およそ予想はつきますよね。ベッドはいないです。あ、バスローブの残骸があるということはですよね。優雅な休日をお過ごしで。どうですか？気持ちがいい。ポッカポカしてきちゃった。すごいですね、やっぱ太陽さんさんですからね。さすがにサングラスないと。ちょっとね、だん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 曇ってきちゃった。気持ちよかった。結構私大してたんで、まあまあ長いこと入ってたんじゃないですか。本当に気持ちよかった。綺麗に映ってる？もう綺麗、ど綺麗です。
はい、ということでセカンドストリート達也とゆうきのルーティンはどうでしょうか。普段はこんな優雅な生活全くしておりませんということでチャンネル登録と高評価、 YouTube のコメントと、そしてゆうきへのコメントもたくさんお待ちしております。なんか言いなさいよあんた。理想と現実ありがとうございました。わかんない。